名曲喫茶麦とは東京都文京区本郷にある名曲喫茶である。店内で主にクラシック音楽を流す喫茶店である。入り口から地下への階段を折り扉を開けると正面にモーツァルトの肖像画が飾られている。店内は二手に分かれており、入って右側は通常の喫茶店のようなレイアウトだが、左側はスピーカーと面と向かって椅子が置かれた。 劇場風のレイアウトとなっている。床には赤い絨毯が敷かれ、壁には海外や東京大学オーケストラ部の写真などが飾られている。また、レジの横には小さな写真立てが置かれている。なお、店内では出演が可能。店内へと続く階段、川田博史により1964年に創業。二代目店主の幾沢直宏は、 高校生の頃から麦に通っており、川だから好きなだけいていいと言われて鍵を渡され、ついには店主となった。100種類以上のメニューがあるが、特にナポリタンとプリンが名物とされている。麦のプリンには酢が多くある。コーヒーには5種類の豆を使用している。安価なチェーン店が周囲に急増したことを受けて460円だった。 コーヒーを2002年に250円に値下げした。なお、2016年の記事では300円と記されている。本郷という土地柄、東京大学の学生や教員が多く訪れており、東京大学のオーケストラ部が第二の部室として使っていたこともあった。また、学生が徹夜麻ージンをすることもあった。なお、イクザーが二代目マスターとなってからは、 一般的な喫茶店のように通勤前のサラリーマンも訪れるようになった。ヘルベルト・フォンカライアンがベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮したベートーベンの公共曲全集やカール・ミュンヒンガーがシュトゥットガルト室内管弦楽団を指揮したアルバムパッヘルベルのカノンバロック音楽の楽しみなどがリクエストされることが多い。アンプ、ヤマハニセミアックススピーカー、オリジナル。 abcdefghijklmn 東京クラシック地図交通新聞社2016年6月30日44から47ページ abc 有楽町変わらないもの毎日新聞東京有館 p11 abcdef 石原たきびタバコが似合う店東京人2019年6月55ページ ab 名曲 コーヒー麦。花子、東京。2020年5月13日閲覧。東大生が愛してやまない。名曲喫茶、麦の、す、入りプリントは食楽ウェブ。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。